朝日新聞よ、 71% これが民意だ。あ、民意探してきてくれたのって朝日新聞さんでしたね。皆さんこんにちは、ハンニャです。8月28日に安倍晋三首相が辞任を表明されてから内閣支持率が爆上げするなどの報道がありまして話題となっていましたね。そんな中、朝日新聞の世論調査の結果が出ました。で、この動画の結論を申し上げると、おいおい、朝日新聞でも民意が出ちゃったよ。これじゃあ国民がうんぬんとか言いながら安倍晋三首相批判とか菅総理候補の批判できなくなっちゃったなと。まあそれにしても民意の危うさを見えてくるなということになります。で、こちらはですね、9月2日3日に行われました朝日新聞の世論調査の結果の部分的な引用と、まあ私のコメントやったりします。で、約2000人の携帯電話、固定電話に質問して約半数の1000名強から回答を得たということです。まあ括弧内の数字に関しましては7月18日19日の調査結果ということです。で、まずは最初の質問。あなたは今どの政党を支持していますか？政党名でお答えください。答えは自民党 40%、 立憲民主党 3%、国民民主党 1%、 そして支持する政党はないが 41% ですね。まあ正直言って私これ見た瞬間に、うん、知ってたって感じでしたね。まあ以前からね、私結構申し上げてるように、私が調べた範囲では、まあ今年に入りまして自民党の支持率は常に4割弱程度です。そしてどんだけ安倍政権が叩かれて自民党支持率が下がってきても、その分結局ですね、その票は全然立憲民主党に行かないんです。で、基本的に自民党の支持率が下がってくると支持政党なしの数字が良くなってくるだけなんですね。で、しかもその時にですね、常に自民党支持率と支持政党なしの合計がだいたい8割程度っていうのがこれまでのパターンでした。安倍さんが辞任を表明されてから内閣支持率が 20% ほど上がったというふうな報道がいくつも報道されていますので、まあ自民党の支持率が上がることはね、私も予想していましたし、多分皆さんも予想されたと思うんですけども、まあ予想の通りですね。さっきの朝日新聞のデータを見ますと、前回調査が 30% の支持率で今回 40%、 すなわち 10% 上がったわけですね。まあそれぐらい上がるよねって感じです。そして相変わらず立憲民主党の支持率が低いですね。まあ、たった 3% ですから。まあ、もちろんね、消える党だからっていうこともあるかもですけども、まあどうなんでしょうね。以前ですね、合流進路に関しまして期待できるかという調査がありましたけども、まあそれに関しましては一応ですね、17% の人が期待できるという答えだったんです。ですから一瞬、あれ、合流新党で支持率が 17% で自民党とそこそこ戦えるやんかと思うかもしれませんけども、まあその調査もあくまでね、合流新党に期待できるかという話であって、自民党との比較とかそんなんじゃないんですよね。まあですから、政党支持とは質問してなかった内容なので、合流新党の支持率をもしかしたら 3% とかそんなんかもしれませんね。わかんないですけどね、そこら辺は。では次の話を見てみましょう。こんな感じです。安倍首相が辞任を表明しました。あなたは安倍首相の7年8ヶ月の実績をどの程度評価していますか。択一質問なんですね。答えが大いに評価する17、ある程度評価する54、多いですね。で、あまり評価しないが 19% の、全く評価しないが 9%、まあ、答えてないが 1% ですか。まあ、こんな感じなんですね。多分皆さんどうですか？おーって感じじゃないですか？驚かれたかもしれませんね。まあ、これってね、結局ちょっと計算しますと、ある程度評価すると大いに評価するの合計が 71% になっちゃうんですよ。大いに評価するが 17% で、ある程度評価する 54% ですからね。17足す54で 71% ですね。従いまして、ほぼ7割の人が安倍政権の実績に対して一応の評価しているわけですね。皆さんご存知の通り、このコロナ禍において安倍政権の支持率ってかなり低迷していた感じがしますよね。ですけども、今回の朝日新聞の世論調査の結果を見ますと、まあ、全体としてみて、その7年8ヶ月ってことで考えていくと、7割ぐらいの人がそれなりに評価してるってことになっちゃったわけですよね。
で、さっきもちょっと触れましたけども、皆さん覚えてるように、最近の安倍政権の支持率っていうのは 30% 超しかなかったんですよ。まあ、それと比べますと、今回この朝日新聞の結果っていうのは、かなりいい数字に見えますよね。まあ、これについては、例えば毎日新聞さんの8月22日の記事が参考になるかもしれません。こんな風に書いています。新型コロナへの政権への対応については、評価するが 20% で、評価しないの 63% を大幅に下回ると。政権の新型コロナ対応への不満が強いことが、支持率低迷の一因となっているようだ。まあ、こんな風に毎日新聞さんは言ってるわけです。まあ、誰でも思いつく結論でしたけども、最近の安倍政権については、コロナ対策でかなり国民が不満に思っていたことは間違いないと思います。まあ、中身を国民が理解していたかどうかは別にして。で、その国民の不満が、その調査した時の現在の支持率に影響しているだけであって、安倍政権全体の実績についての冷静な判断は、もっと高かったみたいですね。まあ、何にしてもですね、支持率 30% ぐらいになっちゃって、辞任を表明した安倍政権の総括として、7割も支持しているという、ある意味異常事態が起こっちゃってるわけですよ。で、これについては例えば、フジテレビバイキングで、東国原英夫氏が、まあ、先ほど紹介しました、辞任表明直後の安倍政権支持率 20% アップなどについて、こんなこと言ってるんです。辞任について適切だったというのは、やめて正解ってことじゃないですか。遅すぎたというのは、なんで早く辞めなかったのかって話じゃないですか、と指摘。内閣支持率が上がったのは、そういった観点で見ると、辞めてくれてありがとう、ということにも取れるんですよ、と続けた。まあ、このように東国原英夫さんがおっしゃったということなんですね。まあ、しかし、朝日新聞の世論調査の結果を見ましても、安倍政権の総括としては、国民は評価していると考えるべきのようですね。まあ、従いまして、辞めてくれてありがとう。でもあなたの7年8ヶ月はすごかったよ。ってのは理屈に合いませんから、まあ、単純に考えますと、辞めて冷静になったかな。もしくは、さっきもちょっと触れましたけども、辞任表明直前の安倍政権の支持率というのは、コロナ禍における安倍政権の支持率、そして全体としての評価に関しては、コロナ禍だけではありませんから、まあ、結果が変わって正しいのかなって感じもしますよね。また、9月3日の毎日新聞にはこんな記事があるんですね。安倍崩壊、志位和夫共産党委員長が安倍政治の7年半を断罪。いいことは一つもなかった。まあ、こんなことを毎日新聞では書いています。まあ、C さんが言ってるわけですけどね。まあ、これなんかも、朝日新聞の世論調査などを見ても、思わず、まあ、そりゃね、安倍政権の中において、共産党にとってはいいことなんて一つもなかったでしょうね。そんなツッコミが出てきそうな予感しかしないような内容ですね。そしてですね、加えて、朝日新聞の9月3日によりますと、こんなことは書いています。第一次政権時、安倍晋三首相が辞任を表明した直後の2007年9月の調査でも同様の質問をしているが、当時は評価するが 37% で、評価しないの 60% の方が多かったということなんですね。したがって、第一次政権と比べて第二次政権は、安倍さんは惜しまれて辞めるということが一応ね、言えるわけですよ。まあ、そんなことを考えていきますと、安倍さんからしても、今回のこのね、最後の爆上げに関しては、めちゃくちゃ驚いてるんじゃないですかね。そして最後にこんな話です。あなたは次の首相は安倍政権の路線を引き継ぐ方が良いと思いますか？引き継がない方が良いと思いますか？で、答えが、引き継ぐ方が良いが 45%、引き継がない方が良いが 42%、そしてその他が 13% ですね。まあ、こういう結果です。で、この数字は先ほど紹介しました安倍政権の7年8ヶ月の実績の評価と比べると、数字はね、安倍政権にとってはちょっと良くない気はします。さっきのやつは合計 71% 評価していましたから、71% 評価されていたのに、その路線を追求してくれってやつは 45% ちょっと下がってますからね。しかし、もしかしてですね、この調査に関して答える際に、7年8ヶ月の安倍政権のやり方を引き継ぐというふうに考えて答えたのかもしれませんし、最近の安倍政権の路線、すなわちコロナ対策の流れで引き継ぐと考えたかによって、もしかして答えが変わったのかもしれませんね。
まあ人間最近のことについてどうしても引きずられて考えたりしますからね。ですからもしかして評価するか 71% だったんだけども、この引き継ぐ引き継がないっていうのはコロナ対策に対して答えた人も多くいたのかもしれないと私は思っています。ただ何にせよ国民の多数が安倍路線を継承するなというふうなことをこの数字を見ていくと、とてもじゃないですけども民意とは言えなくなっちゃいましたね。だって 45% が引き継ぐ方が良いって言っちゃってるわけですから。で以前ですね、8月29日の天政人口について紹介した際に、民意に寄り添う首相を次の首相にということが書かれていたんだということをねお伝えしたと思います。しかしですね、まあ、このような話を見ていきますと、現在菅官房長官が安倍政権の路線を引き継ぐ、まあ、こういうことをおっしゃって、まあ、総理候補となっているわけですけども、これに対して朝日新聞は、まあ菅さんがおっしゃっていることが民意ですねということを言わないといけなくなっちゃった感じがしますよね。いくらテレビ局とか新聞社が民意を考えろ、だから安倍路線から変更すべきだというふうに騒いだとしても、それは虚しいことになりそうな気がしますよね。ところで先ほどから言ってますように、そもそも辞任表明直前までに関しては内閣支持率は 30% ほどであったわけですし、コロナ対策についてはもっと悪い数字でした。辞任表明によって何か事実が変化したわけでもありませんし、まあそれなのに数字が劇的に変化しているという現状を見ると、もちろんですね、国民が冷静になったという解釈ができるわけですけども、まあそもそもとしてですね、国民の民意なるものがどれだけ危ういかということを示しているとも言えそうです。あくまで民主主義の日本であるために、民意を無視した政治はありえないわけです。まあ、しかしこの民意が本当の事実ではなくて、マスコミから垂れ流されている情報に流されて形成されている、まあ、そんな部分も民意にはありそうですね。せめて国民が民意を形成する際に判断材料を提供するはずのマスメディアが偏向報道などをせずに情報を国民に届けることだけはね、願わずにはいられませんと思うんですけども、皆さんはどんなご意見をお持ちでしょうか。ぜひともね、何かコメント欄の方にご意見をお寄せください。では次の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。